はいどうもフラッチャンです。はい、じゃあ今日はね、サジンの現場プリズムまでダイヤバナを開けたらどれぐらい儲かるのかっていうのを検証していきたいと思います。サジンの現場プリズムに関してはこちらで交換できます。で、交換内容は大きなお宝の花びら100枚ね。これは意外とね、こう100枚って聞くと、あ、なんだ結構楽に届くじゃんって思うかもしれないんだけど、必要なものはね、大きなお宝の花びらなんで、これね、大きなお宝の花びら1枚に対して、通常のお宝の花びら、これが10枚必要になるんでね、これ予想以上に大変です。で、超お宝の花ダイヤから出る中身っていうのは、まずお宝の花びら1から3枚。で、低確率でお宝のね、大きな花びら。まあ、これがね、1枚出ますよっていうこと。で、さらに低確率で黄金の花びら1枚。これは10万ゴールドで売れます。まあ、これもね、結構出ます。で、超極低確率でダイヤモンドプリズムが一発で出ることがあります。まあ、あとはね、ドルフラワープリズムも一発で出ることがあるそうです。まあ、なのでね、まあ、ここは宝くじ気分でね、もし出たら超ラッキー程度で。まあ、出ないと思うんでね、普通に開けていって、で、サジンの現場プリズムを取って、それを売った場合ね、もう出たやつ全部売ったら、どれぐらい儲かるのかっていうのを検証していきます。で、今回ね、いくら使ったか分かりやすいように、右上、1000万ぴったりご用意しました。じゃあ早速ね、やっていきましょう。はい、で、まずね、サジンの現場プリズム。まあね、今バザーで見てみると、248万9000ゴールド。まあ、こっから手数料引くんで、だいたい手取りに来るのは220万ぐらいですね。でもって、お宝の花ダイヤがいくらかっていうと、はい、こちらです。14000ゴールド。まあ、若干高めだね。まあ、それでもね、やっていきたいと思います。じゃあまあ、この辺からね、ザクザクと買っていきましょう。いや、高いね、これね。99個買うともう早速140万ずつ消し飛ぶんだけど。まあ、とにかくまあ、とりあえずはこんなもんでいいでしょう。ね、300個。まあ、これをね、ガシガシ開けていきますんで、もう本当にこう地道な作業ね。こうやってお花びら2枚。ね、花びら。あ、でもこれ割とすぐ集まんじゃないの？平均してとりあえず3枚ずつ出れば、お宝の花300個でも届くんで、まあ、これなかなかいいでしょう。もう2倍。3枚。ね、1枚。で、たまに10枚ね、この大きな花びらが出るんで、まあ、やっぱこう平均的に3枚ぐらい出るんじゃないかな。まあ、そう考えるとね、意外とこう儲かっちゃったりするかもね。まあ、こんな感じに、とにかく開けていくだけなので、この辺はね、カットしたいと思います。はい、じゃあね、最後の9枚開けていきたいと思います。はい、じゃあ花びら3枚。で、黄金の花びら。はい、3枚。さ、3枚。2枚。1枚。んで、1枚、1枚。はい、終わりました。じゃあね、どれぐらいなったかっていうと、今ですね。はい、これぐらい途中経過としてなりました。まだね、441枚と。で、これ、8枚なんで。まあ今44枚とプラス8枚なんで、まだね、半分ぐらいしか集まっていないっていうね。そういう状態なんで、またね、開けていきたいと思います。はい、じゃあまあね、バサールさん、全然足りなかったんで、追加分のダイヤバナください。いや、もうこれ思ったより大変ですね。これ開けるまでにね、本当に結構時間かかる。で、とりあえず、まああそこで500ってことは、まあここで60何個か、まあこの辺でぴったりぐらいじゃないかな。まあね、プラス262個、さらに開けていきたいと思います。はい、じゃあまたね、途中経過。で、こちらでね、さっきの分開け終わって、848枚。でもって花びらが10枚なんで、まあ、ここにね、100枚プラスするとすると、まあ、今んとこ持ってる花びらっていうのは、948枚って計算になります。あとね、52枚。これ頑張って集めていきたいと思います。まあ、こっからはね、微調整との戦いになるね。まあ、あと200万しかないからね、ちょっとどうしよう。まあ、1枚につき、1つの花につき平均3枚出るとすれば、まあ、とりあえず、24個。とりあえずこの辺買っておくか。ちょっとこれをね、また開けたいと思います。あと17枚ですね。これ、あ、待って。いや、違う。これ出てるから、110で、あと7枚。7枚必要です。まあね、1000枚超えちゃうとね、ちょっとまた開けないといけないし、少し無駄になっちゃうんでね、ちょっとここの微調整はマジでね、慎重に行きたいです。ちょっとここ、何枚だろう ?3 枚 ?3 枚いや、2枚。いや、3枚。3枚行きましょう。ちょっと3枚行くぞ。3枚ね、開けましょう。残り7枚なんで、ちょっとこれはね、行くぞ。はい。あ、はい、2枚。2枚で、
ちょ、ダメじゃね ?2 枚。あと3枚。あと3枚です。ちょ、ここはね、いや、もう本当に慎重に行きましょう。ここはもう1枚。1枚買って、で、これで3枚引き当てる。あ、2枚。あと1、あと1。あと1なんで。ちょ、マジ。はい、行きますよ。はい、皆さん。記念すべき1000枚到達しますよ。はい、はい、ぴったり1000枚。ありがとうございます。じゃあ、こちらをね、交換して、どれぐらい儲かるのか、やっていきたいと思います。まあ、ともかくね、サジンの現場プリズムと交換しましょう。はい、交換します。で、これで、大きな花びらに交換します。で、89枚。で、今持ってるのがね、ぴったり100枚です。で、これと、サジンの現場プリズムを交換します。で、これを売って、で、どれぐらいね、プラスになるか。さあ、皆さん、どれぐらいだと思います？とりあえず今回ね、開けたダイヤバナの数っていうのは、多分580個ぐらい。ざっと計算すると580個ぐらいです。じゃあ早速、売っていきましょう。はい、まずはね、出た黄金の花びら。こちらをね、バシッと、一括で、はい、530万ゴールド。はい、売ります。で、あとはね、こちらのサジンの現場プリズム。これを売るだけなんだけど、あれちょっとおかしいな。あれちょっとおかしいぞ。ここの時点でもう約700万ってことは、あれ？ちょっと待って。いや、なんかの間違いだ。なんかの見間違いだ、これ。現場のプリズム。はい、見ます。すると、240万。ちなみに、248万。今、最高値で出して、どれぐらい来るかっていうと、236万4455ゴールド。そう、だからちょっと計算すると、はい、手持ちの69045万110ゴールドと、あとはね、手持ちに返ってくる236万4455ゴールド。こちらを足すと、930万9565ゴールド。で、これ計算するとね、今回ね、マイナス、69万435ゴールドという結果になってしまいました。まあ、ちゅうことでね、サジンの現場プリズムまで今回開けてみましたが、やっぱりね、そううまい金策はないってことだね。まあ、ダイヤバナ、皆さんね、開けようと思ってる人、本当に注意してください。俺みたいにね、うん。まあ、本当に利益率的に見たら、マイナス 5% ぐらいですね。うん。マイナスいくんで、これは本当に皆さんやる場合気をつけてください。しかもね、サジンの現場プリズム。うん。これね、今、最高値で売れた場合、それで計算したけど、実際はね、もっと値下げ戦争も起こると思うし、まあ、ただ今回ね、ちょっと救いなのは、ダイヤバナ、少し高かったね。うん。安い時だとね、1個あたり1万1000ゴールドぐらいで取引されてるんで、まあ、その時にやるなら、まあ、多分若干プラスになると思います。サジンの現場プリズムもその分ね、おそらく値下げされてるとは思うんだけど、ダイヤバナが安いってことは。まあ、やるならば、やっぱりね、単価、花が1万1000ゴールドの時にやりましょう。今1万4000とか1万3000の時にやったらね、マイナス70万出したんで、まあ、皆さん、うん、今はやめときましょうね。やるならば、ダイヤバナが1個あたり1万1000ゴールドとか、あとは1万500ゴールドとか、そういう時にやってみてください。じゃあとにかくね、まとめとして、今回、サジンの現場プリズムを出すまでやりました。ダイヤバナの1個あたりの価値は、今1万4000ゴールドぐらい。でもって最終的にね、全部売っていくら儲かったかっていうと、マイナス69万435ゴールドでした。はい、じゃあ皆さんもね、ダイヤバナ開ける際には注意してみてください。じゃあチャンネル登録もよろしくお願いします。